<ズ>映画監督の川瀬直美さんがユネスコ・国連教育科学文化機関の親善大使に任命されました川瀬さんは1997年、萌の巣作でカンヌ国際映画祭の新人監督賞を2007年にもがりの森で最高の賞に次ぐグランプリを受賞しました。 ユネスコは任命の理由について、川瀬さんがあらゆる年代の女性に焦点を当てた映画などを通じて、男女平等の推進に貢献したとしています。川瀬さんは、映像制作を通して物語の中に人類の豊かな未来を創造すべく、親善大使としての命を全うしていきたいと抱負を語りました。 日本人でユネスコの親善大使に就任したのは画家の平山郁夫さんや俳優の杉良太郎さんなどに続いて5人目で日本人女性としては初めてです。